本当ですか？そこまでしてくれるなんて、どう感謝すればいいのか。そんなに気にしないでくれ。私たちも心境のためにもっと役に立ちたいんだ。なんといってもこれは私がやってしまったことだから。あれ、何かあったのか？オイラたち何を見逃したんだ？二人とも、さっきになってようやくレッシグが私たちにある事実を白状してくれたの。やはり自分で説明させてくれ。私が心境の一連のトラブルを起こした張本人だ。はあ、レッシグさん。事の始まりは、私が秘境の入り口で精巧な水の球体を見かけたことだった。7歳の時に祖父からもらった天正儀とすごく似ていて、回せるのかと気になって少しだけ触れてしまったんだ。あれが心境のコアだなんて思いもしなかった。つまり天地が回った時に、これはさすがにまずいことになったと気づいたんだ。全部をあなたのせいにするわけにはいきません。私も管理不行き届きの責任がありますし。はあ、こんなことになるってもっと早く知ってたら。コアをちゃんとしまっておくべきでした。秘境の入り口？あ、まさかあの大きな水の球体のことか？うん、それでみんなで考えた後、心境のためにメンテナンスや補強作業をしたいってレッシグさんが言い出したんだ。でも彼一人だと手が回らないんじゃないかって心配だし、私とエウルアで手伝おうと思う。ふん、私はコレイみたいに優しい動機ってわけじゃないわ。私の仕事はあくまで彼が帰って迷惑をかけるなんてことにならないよう見張って確保することだけよ。この後に及んでみんながそんな言い方を信じてくれるってエウルアは思ってるのか。こんな時はただ同意してあげるだけでいいってハンバーが言ってたけど。レッシグさん、今日はお仕事頑張ってくれ。ああ、約束する。何にせよ今日のランチはレッシグに作ってもらうから。精一杯頑張るから安心してくれ。何ですって？ああ、いやいや、みんなが私の過ちを不問にしてくれることに心より感謝している。この感謝の気持ちを力に、いや、カロリーに変えて。結構結構、でも力をあんまり浪費しすぎないでくださいね。心境の内部は至るところが長年メンテナンスされてませんから、こと細かにチェックしてもらって。手伝ってくれる人が現れた途端、イディアのオーラが普段と違って見えるぜ。こちらの3人以外のみんなで今日は一緒に行動しましょう。他の人も呼んできますね。少し準備したらすぐ出発です。やる気満々で行っちゃったぞ。めちゃくちゃ喜んでるみたいだな。初めて一番上に立って働く人ってこんな感じかもな。これからどこに行くの？最後の部品を取りに行くのですよ。あくまで私の推測ですが、告知板に記載されている監督のところにあるのではないかと思います。軍師さんの観察眼はなかなかのものだな。監督ってどういう意味？監督というのは職業の一つですよ。確かゾシモスという方です。イディアさんが心境全体を管理しているとするなら、ゾシモスさんは
舞台上の全てを管理していると言えるでしょう。だったらやっぱりイディアお姉ちゃんの方がもっとすごいね。もっとすごいイディアさんはどうして一言も発しないのですか？進んで説明してくれる人がいるので、もちろん喜んでサボらせていただいてるんですよ。彼は普段から出かけるのが嫌いで、ずっとツリーハウスに引きこもってるんです。舞台に必要な道具を作ってるのでなければ、台本を書くのに夢中になってたりとか。でも、彼のツリーハウスは、どこにあるんでしたっけ？イディアお姉ちゃん、覚えてないの？イディアお姉ちゃんはただのマスコットなので。そちらにあるはずです。え？静かな場所が好きな人もいますが、その監督さんは道具を運ぶ必要があるわけですから、シアターから遠く離れたところに住むわけにはいかないでしょう。シアターの全貌がいつでも見えるところに住むことは、舞台の流れを模擬実験することにも役立ちます。私ならそちらのツリーハウスを選ぶでしょう。でも、シアターの方向はどうして分かったんです？あ、それは難しいことではないのです。そちらに近ければ近いほど、周りの配置もより賑やかになりますので。確かにその通りですね。なんで思いつかなかったのかな。自動装置はどこに落ちたんだろう。男の俳優の等身大パネルはまだあるけど、女優の方は、ん？そこにいるのは誰だい？イディア？そう、私ですよ、ゾシマス。これがドラマチックな登場ですよ。意外だな、てっきり誰にも見つからない場所に隠れて泣いているんじゃないかと思ってた。不思議なおチビちゃんだな。君は俺の心が読めるのかい？オイラはパイモンだ。そんな不思議な能力は持ってないぞ。ただ何回も同じようなセリフを聞いただけだ。どうやらみんなからの評価は一致してるみたいだな、イディア。やっぱり最初からマスコットでいるべきでした。こういうのが道を選び間違えて人生を挫折しちゃったって状況なのかな。マスコット？君の新しいキャラかい？そんなキャラ俺は書いてないはずなんだけどな。もう私のことはいいですから、友達を紹介してあげますよ。これでわかったでしょ。それでコアホイールのパーツを持ってるんですか？一応持ってるけど、あの事故で舞台にある多くの装置に不具合が生じたんだ。それで本来の公演ができなくなって。わかったぞ。パーツを人質にオイラたちに装置の修理を手伝ってほしいって言うんだろ。いや、舞台の修理の方じゃないですか。ゾシモスさんは等身大パネルが見つからないとおっしゃっていたので、
道具の修理ですよね。きっとパーツの修理だ。パーツが壊れちゃったんだよ。彼の日常業務から考えてみたらどうだ？ゾシモスさんは台本を書く必要があるわけだから、台本の修正だと思うぞ。みんな一体何を経験してきたんだい？なんで俺をそんなに悪く思ってるのか知らないけど、パーツは無傷だから、惜しければ今渡してあげるよ。ただそのみんなに公園の修復を手伝ってほしいんだ。見てくれ、これだけ多くの人が集まれば公園に開いてしまった穴を埋められるはずだ。公園？すっごく面白そう。クレー手伝いたい。みんなも一緒にやろう。実を言うと、さっきは台本のストーリーをどう続けたらいいかずっと考えてたところだったんだ。そんな時、みんなが俺の目の前に現れた。まるでインスピレーションの光が突然差し込んだかのように、あ、どう言えばいいんだろう。君たちを見た途端、続きが書けそうだと感じたんだ。え？それって、あなたがずっと行き詰まってたあのストーリーのことですか？本当に？本当に続きを書けるんですか？本当だとも。少し時間をくれ。すぐに台本を書き上げてくるから。イディア、ここは君に任せるよ。あいつ本当に書きに行っちゃったぞ。はあ、ゾシモスはずっと大盗賊とか魔女とかが出てくるようなストーリーを書きたかったみたいです。言い伝えをもとに物語を作ったみたいなんですが、頭の部分しか書けないままずっと煮詰まってて。みんな少し休んでてください。何か用意できるものがないか確認してみますから、監督が書き終わったらまた話し合いましょう。一人の監督として、一人の作家として、最も重要なのはインスピレーションだ。だから君子の三五宮さんを見かけた瞬間に、新キャラクターのアイデアが浮かび上がった。ヒロインが加わったことで、ストーリーは完全かつ美しい流れになった。さあみんな、台本を読んでくれるかい？これから一緒に公演を完成させよう。他に何かわからないことはあるかな？ゾシモスお兄ちゃん、これってどういうもの？身をなんとか知るってところ。どれどれ。身を寄せるだな。住まわせてもらうという意味だ。これを言うときは可愛らしく言ってくれよ。へえ。ふう、これこの字も読めない。大丈夫だ。解散したら一緒にセリフを練習しような。ガイアさん、手間をかけるね。さっきから感じてたんだけど、ガイアさんは役を演じるということにかなり心得があるようだ。もしかして以前は役者でも？褒めすぎだ。ただセリフをスムーズに読めるだけさ。おっと、そうだったのか。だったらガイアさんには本当に才能があるよ。正直俺はそういう人を探し続けていたんだ。もし今後俺が有名な監督になったら、ぜひガイアさんと長期的に仕事をしたい。あ、そのためにはこれからも連絡を。はいはい、いいぞ。よかった。じゃあみんな、もう少し台本を読んで公演の細部をゆっくり味わっていてくれ。俺は舞台を見に行かなければならないから先に失礼するよ。俺に用があればエリアの真ん中に来てくれ。一番大きなシアターの中にいるから。新境のシアターか、気になるぞ。みんなは準備してるみたいだし、シアターがどんな感じか見に行こうぜ。
あれ？ない。ここに置いたはずなんだけど。ゾシマス、まだ忙しいのか？ああ、君たちか。さあ、二人とも、もっと近くに来て、この舞台をよく見てくれ。俺が心を込めてデザインしたんだ。監督の仕事って舞台のデザインまで含むものなのか？俺を尊敬してくれていいぞ。ここの監督や脚本、舞台デザイン、全部俺一人がやってる。大変そうだな。イディアならきっと無理だろう。イディアも大変だよな。彼女は俺の唯一の観客なんだよ。まあ俺はよく彼女に責められてるんだけどな。いつも何を描いてるのか全然わからないとか意味がわからないって感想ばかりくれるよ。まあ俺の先生図の使い方が彼女の初心に背いたからかもしれないけど、でも確かにイディアにはいろいろと批判されてきたが、いろいろと助けてもらってもきたんだ。彼女はシアターのマネージャーのような存在かな。彼女にはすごく感謝してる。ここに入って初めて俺は真の監督になるチャンスを手に入れたから。その前は？夢だけなら子供の頃から持ってたさ。公演を見て家に帰る時はいつも頭の中でそのストーリーを何度も何度も繰り返してたんだ。そのうちだんだん自分の願いが芽生えてきた。でも俺は手先が器用なだけだ。だからほとんどの時間は道具係と舞台セット係の仕事に明け暮れてた。自分の手でそうやって舞台を作り上げるのは確かに心躍ることだ。でも演出をしている時が一番心満たされるんだ。だから告知板に監督っていう肩書きしか書かれてなかったんだな。君やっぱり人の心を読めるんだろう。そうだ、二人にもう一つお願いしてもいいかい？この後使うはずのまとめ台本が見当たらないんだ。書き終えたばっかりじゃなかったのか？そうなんだけど、君たちの分を配った後その台本を持ったままあちこちをチェックしに行ってたから、どこかでなくしてしまったみたいだ。ここにないのなら屋根裏かもしれない。台本を書き終わった後はこことそこにしか行ってないから。でもその舞台の方はもう少し準備が必要で、ちょっと手が離せないんだ。二人にお願いしてもいいだろうか？おう、行ってくるぜ。イバラのパネル装置は問題ないはずだ。それからライトに集音機器。わあ、ここってこんなにいっぱい本があるのか。でもあいつが今必要なまとめ台本はどこだろうな。あ、2階からしずくちゃんの声がしたぞ。見に行こう。あ、ここ台本がいくつもあるぞ。監督が書いた台本の管理をしてるのはしずくちゃんだったのか。うん、半分しか書かれてないのも多いみたいだけど、きっと完成してる台本だよな。厚さで絞ってエンディングのとこを見てみようぜ。こんなにたくさんの台本があるけど当てはまったのは一つだけだったな。それにこの台本は比較的新しそうだから、きっと書かれたばかりだぞ。ゾシモスのとこに持って行ってやろうぜ。ゾシモス、台本は持ってきたぞ。ありがとう、本当に助かったよ。急いでたから
舞台は完璧には修復できなかった。様子を見ながら進めていくしかないみたいだな。でも大事なのは舞台じゃなく公演だ。たとえ舞台に何か不具合が生じたとしても公演が続けられれば大丈夫さ。なんだかあまり自信なさげだな。わかったぞ。公演は意外性そのものだ。たとえ同じ演目でも各公演には微妙な違いがある。その違いこそがその公演を他のものとは異なる存在にさせる特色なんだ。最後にもう一つお願いがあるんだ。旅人、君は先生図に入れるだろう。実は俺の舞台は先生図で作られてる。素材で物を作ってそれを先生図の一部にしてるんだ。本来先生図は心境を作るために使われるものだから、俺のようにいろんなものを先生図にしてしまうのは本末転倒なんだけど、でもイディアは言ってくれた。もしこれが俺のやりたいことなら気乗りはしないけど受け入れるって。初心に背いたってそういうことだったのか。でオイラたちは何をすればいいんだ。旅人には先生図の舞台に入って公園で道具を操作してもらいたいんだ。その理由なんだけど、ああ、なるほどな。ゾシマスは今まで監督を務めながら舞台上で道具と装置を操作しないといけなかったから手が全然回らなかったんだろ。ああ、俺の能力は一人前の脚本家には到底及ばないって分かってる。ただたとえ何を描いてるのか全然分からない、意味が分からない未熟な作品でも舞台の下から自分の目で見てみたいんだ。ここまで言ってるんだし。本当にありがとう。じゃあ俺は他の人に知らせに行くよ。君たちの準備ができ次第公演を始めよう。昔々、光なき国にとある大盗賊がいた。そこに生きる人々は暗闇に苦しめられていた。世の人々は俺を…またガイアさん、集音機器の方を向いてくれ。そうしないと声が拾えないんだ。はあ、世の人々は俺を担当の大盗賊と呼ぶが、俺の善行は誰も知らない。はあ、光のないこの国で闇の中で働く奴らはますます大手を振って生きている。だが手探りで進まないといけない人たちはより惨めな生を強いられている。大盗賊が悩んでいたその時、世界に突然ある変化が起こった。流れ星が一つ空を駆けていったのだ。旅人、前の移動装置を踏んでくれ。ほう、悪くない。ほんの一瞬だったが、光は空と大地を照らした。もしもあの光を見つければ、俺は闇を照らすことができる。そうすれば人々も暗闇に苦しまずに済むだろう。大盗賊はすぐに流れ星の軌跡を追った。その星はどんどん進んでいき、さらに進んでいき。あの旅人、星がどんどん進んでいったんだけど。まさかこの危険な砂漠にたどり着くとは。
流れ星が降り立ったところの地形は一変して、大きな岩がゴツゴツと折り重なっている。険しい道のりだが、彼の心は決まっていた。ここまで来た以上、引くわけにはいかない。大盗賊は砂漠の奥深くへと足を踏み入れた。そこに現れたのは流れ星ではなく、白い服を着た少女だった。おかしい、俺は流れ星の軌跡をたどってここに来たのに。そこのお嬢さん、眩しい光がどこに行ったか知らないか？少女は言った。あなたが追い求めている光はただの瓶の中の炎に過ぎません。しかし今、光は遠ざかっていきました。瓶の中の炎？ええ、その瓶も人からもらったものですが。そして少女は大盗賊に瓶にまつわる物語を教えた。少女はかつて滝の上の王国に住んでいた。しかし王朝が転覆して政権が変わり、彼女とその一族はチリジリになって逃げていったのだ。道中の密林は濃い霧に包まれており、生い茂った茨が彼女の進む道を阻んだ。下に装置があるんだ。起動した状態で押すと茨が舞台の下に収まる。もし明かりを見つけることができれば、私はこの森を越えられる。そしたら私は生きていられる。腕や足の裏は細かな傷だらけだった。少女は痛みに耐えながらゆっくり前へと進んでいく。険しい道のりだったが、彼女の心は決まっていた。ここまで来た以上、引くわけにはいかない。目的地は近い。しかし突然、巨大な茨が目の前に現れた。少女の心を重い絶望感が襲った。もしここで私を助けてくれる人がいたなら、見返りに全てを捧げてもいい。少女の心からの願いは届いた。ちょっと待てよ、最後の茨を動かす装置がないぞ。その茨パネルのチェックは失念していた。ストーリーを見る限りだと、今はそのパネルを片付ければいいのか？そうなんだけど、まさか見逃してしまうとは。これは困ったな。じゃあクレイが手伝ってあげる。栄誉騎士のお姉ちゃん、ちゃんと受け取ってね。あ、やっぱりボンボン爆弾だ。少女の心からの願いは届いた。通りかかったボンボン爆弾が彼女に道を開いてくれたのだ。ありがとう、ボンボン爆弾。こうして少女は森の奥へと進めるようになった。明かりはなかったが、そこでは炎のように赤い魔女が待っていた。説明しておくと、元々のストーリーではこの魔女が茨を燃やしてくれるはずだったんだよ。そんなことは終わってからでいいって。魔女は少女の境遇に同情し、懐に持っていた瓶を渡した。そして少女に瓶にまつわる物語を教えた。炎のように赤い魔女は活発で、遠いところを旅するのが好きだ。オアシスで休んでいた時、彼女は三日月のような湖の岸辺で綺麗な瓶を拾ったのだ。クレイ、こっちだ。
早くこの明かりの前に。来た来た。炎のように赤い魔女は人の願いを叶えてくれるすごい魔女だった。彼女はその瓶もまた同じようなすごい瓶に変えた。しかし瓶が願いを叶えられるのは瓶の中でだけ。この瓶はね、おもちゃとしてはちょっと物足りないけど、身を寄せるところとしてはまあまあ合格ってところだわ。炎のように赤い魔女は瓶の中に息を吹き込んで、瓶の外でも一度だけ願いを叶えられるようにした。息を吹き込むんだよね。瓶の中に炎の光が灯り、それは魔女や炎のように赤い瓶へと化した。炎のように赤い魔女は物語を語り終えると、炎のように赤い瓶を残して姿を消した。これは願いを叶えてくれる瓶だったのね。それじゃあ私はここを出て誰にも見つからない場所に行きたい。その後は？その瓶からまるで小さな問いかけが聞こえたかのように少女は答えた。私にもわからない。瓶の中の炎が消え、少女のたった一度の願いは叶えられた。そうして彼女は誰も近寄ることのできない砂漠に送られたのだった。大盗賊はその物語を聞いて少しがっかりした。瓶は瓶の外で願いを叶える炎をすでに失っているのだ。おかしい。私の願いが叶っていたのなら、ここは誰にも見つからない場所だったはずなのに。砂漠は確かにとても危険だが、俺は決意した。だからこそ困難を乗り越え、ここまでたどり着いたんだ。なら、この瓶を受け取ってください。あなたの願いを叶えてくれるかもしれない。残念ながら、願いは瓶の中に限られますが。では光をくれ。少女は大盗賊の願いを聞き入れ、瓶の中に光を出現させた。そして、二人は気づいた。それは瓶の中のものではあったが、瓶のガラスを通して世界中のどこまでも届く光だったのだ。あの炎の光とは違ってさほど眩しくはないが、これも大した光じゃないか。俺が瓶を受け取った後、お前はどうするんだ？私にもわかりません。それじゃあ俺と一緒に帰ろうか。少女に断る理由はなかった。彼女は大盗賊と共に光のない国へ帰った。彼らはそこに光をもたらし、暗闇は振り払われた。そうしてその後も幸せに暮らしたのだった。これで公演は無事に終わりだな。騎士のお姉ちゃん、クレイのさっきの演技どうだった？炎のように赤い魔女ぽかった？おお、クレイ魔女の衣装だったのか。さっき影を見たとき、帽子のつばが広くてすごく可愛いって思ってたぞ。クレイも気に入ったよ。ありがとう、ゾシマスお兄ちゃん。あ、違う違う、監督のお兄ちゃん。監督のお兄ちゃん。ああ、そんな風に呼ばれるのは初めてだ。ありがとう、本当にありがとう、親愛なる小さな魔女さん。すごく嬉しいよ。イディアお姉ちゃんが言ってたよ。デザインを描いて服を作ったのはお兄ちゃんなんだってね。
イディアお姉ちゃんがお直ししてくれて、クレイも着られるようになったの。だから監督のお兄ちゃんはすごいよ。それは確かにすごいな。イディアも偉いぞ。大したことじゃないですよ。あ、どうしよう、王子様の舞踏会に行くのに綺麗な服がないみたいな状況でしか使えない技ですし。仕立ても一つの技術です。イディアさんはご自分が思っているよりもすごいですよ。本当ですか。ちょっとお先に失礼します。みんなは話を続けてくださいね。イディア、すごく緊張してたな。恥ずかしそうに逃げてったぞ。本当にテレ屋さんだな。イディアは繊細で自信が足りないやつなんだよ。あいつ感情が高ぶりすぎてどこかに隠れて泣いたりなんかしてないだろうな。ちょっと心配だ。心配ありません。私がイディアさんのお相手をしてきますね。それでは皆さん、少しの間失礼いたします。そうだ、今回の公演はどうだった？何か感想とかないか？お、来たぞ来たぞ。なあ、本当にオイラたちの感想を聞きたいのか？もちろん、俺は自信を持って聞いてるんだ。思ってることを率直に言ってくれ。どんな批判でも受け入れてみせるさ。じゃあオイラから。最初のセリフはどれも悪くなかったけど、ストーリーが進めば進むほどどんどんありきたりになってきて、なんかネタ切れかなって感じだったぞ。それに登場人物もちょっと意味不明で、なんでこういう編成になったのかわからなかった。やっとその深みが少し見えてきたってところで、いきなりぶっつり終わっちゃうんだもんな。そうそう、パイモンさん、よくぞ言ってくれました。千夜物語の構成に敬意を払いたいがために、かえって叙述が乱れてしまっていたのも、道具の処理を忘れていたのも減点対象ですよ。イディアお姉ちゃん、他のところに行ったんじゃなかったの？大事な話題になったのを聞きつけて、潮の満ち引きのように戻ってきたんです。わざわざ批評しに来てくれるとは、本当にご苦労様だね。はい、でもストーリーの結末は良かったです。それだけはとても気に入りましたよ。それだけですけど。そうですか？この程度優しすぎると思いますけど。イディアさん、ちょっといいですか？あ、はい、すみません、ちょっと失礼します。みんな批評を続けてくれていいですよ。あとはパイモンさんに任せますね。おお、それじゃあもう一つアドバイスをしてもいいか？どうぞ。監督たるもの、こういうことも経験しないとね。オイラ、あの結末にはやっぱり違和感を覚えるぞ。物語の中で少女の考え方が単純すぎるんだ。あんな状況じゃどう考えても私にも分かりませんなんて言えないだろう。よく考えてみろよ。彼女の一族はまだ放浪してるのに、自分一人の幸せを追い求めるなんておかしすぎるだろ。大丈夫さ、批判を集めてこそ上達できるんだ。今回は舞台の下から見ることができてすごく勉強になった。本当に夢が叶ったよ。お前は本当に前向きだな。全くショックを受けてないように見えるけど。全くショックを受けてないわけでもないさ。でも君たちの言ってることは本当のことだし、俺も問題に気づかせてもらった。おいらふと思い出したけど、この台本って急いで完成させたんだよな。大丈夫だよ。俺にとって舞台上での過程は何よりも大事なことなんだ。おとぎ話を夢見る子供時代っていうのは誰にでもあるものだろ。オイルランプと向かい合って
人形を手に自分で作った紙人形と戦わせるんだ。影が壁に揺らめいていくら遊んでも飽きなかった。昔ベッドに横になりながらガオーなんてオノマトペを口にしてた男の子と今の俺、いや俺たちは同じ人間で、得る喜びも本質的には同じなんだ。もちろん公演が無事に終わったのはみんなのおかげだ。監督としてみんなにちゃんとお礼を言わないとね。気にするな、オイラたちも楽しかったしな。これを受け取ってくれ。みんなに約束したパーツだよ。さっき公園で使った瓶だ。クレイが息を吹き込んだら光ったんだよ。そうとも、光る秘密を当ててみないかい。中に見えない小さな精霊さんが住んでるもん。息を吹き込むと精霊が目を開けるんだよ。そう、その通りさ。これならどうかな。ここはもうちょっと閉めないと。ちょっと待ってくださいね、すぐできますから。へえ、この服思ってたよりずっと洒落てるじゃないか。皆さんちょっといいですか。特にゾシモスさん、あなたの夢を一時的に叶えてあげると。イディアさんが夢を、あなたの監督への夢を一番最初に聞いた人として、イディアさんは役立たずの私でも何かできるかもしれませんとおっしゃったんです。まあこれにはあまり同意できませんが、私は最初からイディアさんが役立たずだなんて思っていませんでしたから。なんで私のことを話し始めるんです。さてさてみんな、準備はいいですか。それでは早速今日の舞台のヒーローの登場です。じゃじゃーん。うわわー、カイお兄ちゃん本当に大盗賊だ。衣装に着替えた主役を見るだけで本当に監督が喜んでくれるのか。ただのサンプル衣装だぞ。喜びっていうのはそう簡単なもんじゃないぜ。そんなことをおっしゃらないでください。きっと監督も喜んでくれますよ。自分の作品にふさわしい役者が現れて作品を本物にしてくれるんです。とてもいいことではありませんか。ヒロインがここまで言うならヒーローの俺も些細なことは気にしていられないな。ゾシモスは衣装をたくさんデザインしていくつかサンプルを作りました。ただサイズがちょっと合ってなかったんで私が直してみたんです。みんなが心に思うヒーローのイメージに合ってるといいんですけど。すごく合ってるよイディア。俺は本当に幸せ者だ。みんなありがとう。監督になるのってこんなに幸福なことだったんだね。どうだ監督、落ち着いたか。ああ、本当にありがとうイディア。もう社交辞令はいいですから。パーツも揃ったことですし、監督とはそろそろお別れです。ベルーリア・ミラージュのコアがあるところへ行って心境を再び運行させましょう。クレ、この服を着たまま行っていい？もちろん、この2着の舞台衣装は2人に預けるのが一番いい。よかった。じゃあガイアお兄ちゃんも着てて。すっごく素敵だから。私も魔女さんに賛成です。ここで一風変わったヒーローを演じてみるのもとても貴重な夏の思い出になると思いますよ。確かにな。それじゃあしばらくは大盗賊として活動するとしよう。監督の
としますお兄ちゃん。またね。愛する友人たちよ、気をつけて。これから君たちは神教のコアを元通りにするんだろう。健闘を祈ってるよ。ここでみんなに出会えたことを本当に光栄に思ってる。君たちは俺の最初の劇団メンバーだ。本当にありがとう。君たちがくれた全てに感謝してるよ。こちらの公演が終わる頃、しずくちゃんからイディアさんのメッセージを受け取ったから、先にここでみんなを待ってたの。じゃあレッシグさんは？レッシグさんは力仕事を全部引き受けてくれたんだ。力尽きて今は部屋でぐっすり寝てるよ。なんか申し訳ないですね。全ては償いだと思えばいいわ。終わらせないと彼も安心して眠れないってこと。もともとそうすべきことでもあるんだから、彼のことは気にしなくていいのよ。そうですか。それじゃあ私たちは急いでベルーリア・ミラージュのコアを修復しましょう。ここってオイラたちがしずくちゃんに初めて会った場所じゃないか。そうですよ。ベルーリア・ミラージュのコアは一番大きな周流映写塔であり、そして神教全体が一番大きな先生図なんです。私たちが見た全てはこれが生成したものってことか。本当に不思議だな。前と同じようにコアの先生図を使ってこれを修復すればいいんだよな。はい、その通りです。パイモンさんは理解が早いですね。えひひ、これだけ何度も修復すれば覚えちゃうもんだって。それじゃあ始めましょうか。これが最後のステップです。おう、なんだか急にやる気が湧いてきたぜ。ホイール自体がパーツで構成されていますから、パーツを台座の上に置いて元の形に組み合わせるといいと思います。え、でもオイラたち元の形を見たことないんだぞ。大丈夫、多少ずれててもいけると思います。回転さえしてくれれば何でもいいですよ。きっとうまくいくはずです。お前、適当な時は本当に適当だよな。回転できるものって水車とかでいいのか。うん、修復が終わればここから出られるはずね。私の記憶によると右側に小さな丸いものがあったような。もしかしたらこのキャンディー箱ではないでしょうか。栄誉騎士のお姉ちゃん、なんだかパズルゲームをやってるみたい。この影を落としてるのは縄か。うん、縄は何かに引っ掛けた後何かにつながれてるような気がするが。あ、これってゾシモスの瓶の明かりですよね。これを構造的に空きのあるところに適当に突っ込みましょう。右側とかどうです？
ホイールは回らなかった。パーツは新疆のコアに戻りましたし、ホイールの形もこれで修復されました。だから全部問題なしですよ。傷が徐々に癒えていくのと同じで、もしかしたらいつかの真夜中に突然コアホイールはそっと回り始めるのかもしれませんね。ほう、イディアなら今すぐ動かせるもんだと思ってたんだがな。それは、ん？神教の元の姿もイディアさんが隠している美しい姿もどちらもとても楽しみですね。クレイもイディアお姉ちゃんが魔法を使うところを見てみたい。きっとすっごいんでしょ。お前たち何言ってるんだ。なんでクレイまで知ってる風なんだよ。つまりマスコットの正体よ。だから前にも言ったでしょ、イディアさんは決してご自分が思っているような存在ではないと。イディアさんにはイディアさんだけの特殊な力がある。うすうす気づいていた人もいたようですね。軍師さんは最初から気づいてたのか。私はエウルアと話してる時に気づいたんだ。一見のんびりしてるように見える軍師のお嬢さんが真相に気づいた最初の人ってことか。君もよく知ってそうじゃない。みんな全部知ってるんですか。誓ってわざとみんなに隠そうとしたんじゃありません。ただ心境に迷い込んだ旅者にとっては今の姿の方が本来の姿より親しみやすいでしょ。私怯えた目で見られたくないんです。え、一体何なんだよ。みんな何でわかったんだ。そうですね、神教の住民たちは神の目を持っていないはずですが、彼らからは水元素の力を感じました。小説を読んでぼーっとしていたらふとある可能性を思いついたんです。水系元霊は様々な姿に変身できる。ならきっと普通の人間の姿にも変身できますよね。本当に鋭いですね。では改めて自己紹介をさせてください。私は先代の水神が亡くなった時ここに流されてきた純粋精霊イディアです。イディアお姉ちゃんすっごく綺麗。いきなり本来の姿で話すのってちょっと恥ずかしいですね。こんな美しい姿なんだから自信を持って人に見せられるじゃない。私にそんな勇気はありませんから。え、それじゃ今まで会った人たちって、要するに水系住民の原型となった人々はもうここにはいないんだろう。はい、彼らがここを出たくなったら私は彼らを砂漠の果てまで送るんです。実はこのパーツも彼らが残してくれたプレゼントでした。でも彼らがここに入ってくる理由がとても気になって、だから私は周流映写灯を使って彼らの願いを具現化したんです。願いを叶えられるのは瓶の中でだけ。そういうことです。本当に眩しい光だな。ということは神教のコアから外れた部品は持ち主の元に戻ったわけではなかったのですね。部品の落ちた位置に関係している持ち主とエリアが具現化されたということなのでしょう。でも今パーツは全部回収しちゃったよな。もしかして彼らも。安心してください、彼らは消えませんよ。私が覚えている限りは。批評し合っても一緒にはしゃいでもいい。この元凶の中で彼らは永遠に私の友達なんです。ビュンビュン爆速車も
監督のお兄ちゃんもすっごく面白かった。クレイは忘れないよ。私もだ。この不思議な冒険のことは絶対忘れないよ。さてと、じゃあそろそろホイールを再び回しますね。任せたよ。水みたいに優しいマスコットさ。ドキドキするぞ。けどな、どうしよう。これじゃみんなに心境の本来の姿を見せることなんてできっこありません。いえ、私に策があります。軍師さん、イディアさん、もしよかったら心境のコアにある神道玉光を貸してくれませんか？その名前聞き覚えがありますね。ちょっと待ってくださいね。ほら、これでしょ。わあ、すごく大きな貝殻。ココミが言ってた古代の祭器はここに隠されてたのか。ええ、これはかつて蒙雲神社に祀られていた祭器で、神という妖怪の残骸で作られています。行き来する祈願者の願いを聞いて神気を貯めるんです。数百年前、最後の癒し折盛がこれを持ったまま戦いへと身を投じましたが、ついに戻らず、この祭器も失われていました。対になっている宝珠は玉光のあり場所を感知できるはずでしたが、玉光が神境のコアに隠されてしまうと宝珠も輝きを失ってしまいました。え、どうして？もし奥の方の部屋に音を閉じ込めたら、外からは聞こえなくなるだろう。あ、クレイ、わかった。この貝殻は遊び盛りで、だから反省室に閉じ込められちゃったんだね。私もわかりました。最近は神境のコアが老朽化してました。だから軍師さんは宝珠を手にここまでたどり着けたんですね。本題に戻りますね。本来神社に奉納されなくなれば、この祭器はすぐに霊気を失ってしまうはずでした。しかしこの神境の中では、数えきれないほどの人々が自分の願いや贈り物を残した。それらがこの祭器の供物となっていたのです。これってそんなにすごいものなんですか？はい、きっとイディアさんが神経を修復するのを手伝ってくれますよ。でも私はどうすれば？簡単ですよ。願いでこれを呼び覚ませばいいのです。例えば、私は三五宮ここみ、渡墨島の荒人神の巫女です。私の願いは、自分の思考や判断を通して渡墨島の皆さんや私の大切な人たちがもっともっと幸せに暮らせるようになることです。イリアさん、あなたの願いは何ですか？私の願い、私の願いはベルーリア・ミラージュにやってきた旅の人たちが、神境の中だけでなく神境の外でも本当に叶えたい願いを叶えられますようにってことです。私は知ってます。神境の外で猛スピードで走る乗り物のレールを敷くなんていうのは
馬鹿げた考えに過ぎないってことも、メーモムは結局帰って学者を続けていくんだろうってことも、ゾシマスの執筆レベルにはまだまだ改善の余地があるし、フォンテーヌに戻ったら絶対にいろいろと苦労するのも分かってます。夢を追うのはそう簡単なことじゃないんです。それでも私は彼らの願いが叶うことを心から願ってます。この夢と願いの力を存分に使ってください。また動き出そうとしてるぞ。されたからって調子に乗って一気に恥ずかしいことをいっぱい言っちゃいました。私生きていく勇気がなくなっちゃいましたよ。そんなことを言わないでください。とても素晴らしい願いですよ。そう、イディアさんは自分のためじゃなく他の人のために願い事をしたんだ。私の友達の中にもそういう人がいるんだ。他の人の願いのために行動し、人の笑顔のためにたゆまぬ努力を続ける人、そういうことをできるのが一番高潔なんだと思う。それ以上褒めないでください。私本当に慣れてないんです。恥ずかしすぎます。私のようなものもこんなにたくさんの人に褒めてもらえるなんて、まるで夢みたいです。でもこれで心境もやっと元通りね。あいつの借りもちゃんと返せたってことかしら。どうしたんだいクレー。クレー、突然いっぱい願いができちゃった。ビュンビュン爆速車に乗りたい。それに大きな輪っかの上に行ってみたいな。イディアお姉ちゃん、あそこに行く方法はある？方法はありますけど、全員は乗れませんよ。クレイが一人で行っても面白くないよ。栄誉騎士のお姉ちゃん。本当か？あれ、結構高そうに見えるけど、うっかり落ちてしまったらどうするんだ？
オイラはお前のことを心配してるんだよ。大丈夫、私も一緒に行きますよ。あっちに行くのも久しぶりです。みんなを神教から送り出した後はいつも一人でここに来るんです。神教でいろんなものを作り出せて、みんな最初はとても嬉しそうでした。でもそれらを外に持ち出せないって分かった途端、彼らは悩んでしまって、惜しそうな顔や悔しそうな顔で帰っていくんです。イディアお姉ちゃんは悲しい？たまに寂しく感じることもありますが、悲しくはありませんよ。神教を離れるとき、自分が作ったものを全部壊してしまう人もいます。でもそうじゃない人もいる。例えばあなたたちが見たあの住民たちのように、彼らは神教を離れるとき私に頼みました。水系元霊に自分を模倣してもらって神教にある創造物を維持してほしいって。まるで彼らの夢を見守るみたいにです。なんだかロマンチックだな。でしょ。彼らが外で元気に過ごしてるのかどうかは分かりません。でも彼らは夢を叶えてこの心境にいるような自分になれたかもしれないと思うと、私はとても嬉しいんです。まるで夢の終着駅で彼らを待ってるみたいに思えて。え、そうですか。私はただ全ての夢や願いは瓶の中にある光のようだと思ってるんです。夢を追い求める途中だろうと、すでに夢を叶えていようと、自分だけのこの光を思い出した時に笑顔でいられるのなら、それだけでいいんです。クレイは今とっても楽しいよ。それじゃあ私もアリスさんに恩返しできたって言えますかね。砂漠ってとこはどうしたって汚い泥のスープみたいな場所ですけど。そんなこと言うんだったら泥水精霊ってあだ名で呼んでやる。イディアは泥水精霊だ。よくも私を笑ってくれましたね。ぱっくり飲み込んでやりますから。みんなに恥ずかしいところを見せてしまいましたが、運行を再開した心境はますます賑やかになっていきますから、みんなゆっくり休んでいってくださいね。うん、クレーみんなで集まりたい。みんなで一緒にビュンビュン爆速車に乗ろう。